イドリングトーク。シド君が緊張ほぐれないのと、あと全然喋ってくれないので、頑張って喋ってもらいたいな。シド君のいつもの調子に戻ってほしいなっていう気持ちで、これから動画を撮る前の前哨戦として喋っております。まあ本当にアイドリングトークでございます。どうですか、シド君。体調はよろしいですか。今何歳？体調33に近くなるとこですかね。何？33に近くなるってとこ。徐々に近づいてよくわかんない。どういう表現なのかわかんない。聞いたことない。振り方が雑だな。ちょっとなんか喋りたいことある、ちなみに。なんかこれ喋りたいことだろうな。いや、喋りたいこと。なんか俺は獅童くんにいろいろ聞きたいこととかは、まあ、ちょこちょこあるっちゃあるけど、でもなんか獅童くんが喋りたいこととはちょっと違うから、獅童くんが乗るかどうかがわかんないね。ちょっとテンション上がる話とかさ、獅童くんのテンション上がる話と俺のテンション上がる話って全然違うじゃん。だ、例えばパチンコとかスロットとか好きでしょ。はい。それ隠したかった？いや、イメージ悪くなるからやめろよみたいな。使わないでほしいですね。なんでそんな経済に繕ってんの。いやいや、自分はどんな姿、じゃあどういう人間ですかって、どう理想の自分、何よ理想の自分。そうだ、こう見えてほしいっていう自分がいたら、ああ、いや、食べるのが大好きなんだろうなっていうのはね、多分想像つくんでしょうけど、うん、食についてはうるさいかもしれないですね。例えばさ、俺聞いたことないかもしれないな、獅童くんの好きな食べ物って何？聞いたことないと思う。これはね、絞るのはね、もう至難の業ですよ。いや、好きなもの、好きな食べ物は何ってポンって出る、うん、そんな一品ってのはね、なかなか絞れないですよ。じゃあ逆に聞きますけど、好きな食べ物って何ですか？ああ、ま、一言目はいっぱいあるけどになるね。でしょ。俺でも、俺はでもあるよ、いくつか。例えば、まず納豆が好きだね、本当に。納豆ご飯。一番最初に出てくるのが納豆なんですか。なんでかっていうと、普段食べてるから。毎日、ほぼ毎日食べてる俺、納豆ご飯。昨日も食ったし。だから出てきただけで、一番っていうと分かんない。あと、梨。果物だったら梨とか、スイカとか好きだし、みかんも好きだしね。最近みかんの良さ分かってきたね。今まではそんな大して好きじゃなかったんですか？なんかそう、梨とかスイカは歯ごたえがあって水分もあって美味しいじゃん、うんうん、なんだけどみかんってその手軽な割にはあんまり食べないし、好き好んで食べなかったけど、そのちょっとビタミン C とかさ、ビタミン系が含まれてるから、はい、まあなんか小腹空いたら食べてみようかな。でちょっとそのバナナよりかは高いけど、まあ比較的手に入りやすいじゃん、みかんって冬とか。みかんの皮は剥く派ですか？意味が分かんないじゃないですか。いやいや、ね、みかんの皮剥く派ですかって言われて、僕剥かないんですよ。なるでしょ。そうじゃない、そうじゃない。お、表皮じゃなくて、そのみかんの皮を剥いた後の薄皮みたいな。そうそう、そうです。そんな愚かな質問かも。マジで。そう、みかん剥くでしょ、うん、で中身があるわけですよ。え、それさ、はい、分かる分かる。そのみかんのその粒々にした状態で食べるか。そうです、そうです、そうです。でしょ。いやいや、俺ペロって剥いたら一個一個取ってパクる、はい、それが普通じゃない大体。あ、なんかうちの両親は剥いてたんですよ、うん、それみかんじゃなくて、なんかデコポンとか、まあ、オレンジとかも柑橘系のやつってさ、はいはい、そのもう皮も取れなかった、皮も剥くじゃん、その、はいはい、外皮とあとその何一個のあれを取ってプツプツの状態、グレープフルーツとかそんなんだっけ。そうですね。そういうことじゃなくて本当にみかんの皮です、うちの親は。マジでそう記憶してますけど、俺みかんの皮剥くって、剥けちゃったとかはあるかもしれないけど、なんだろう、いや口に入れてから皮だけ捨ててたのかもしれないです。あ、なるほど。でもそれやっぱさ、なんか甘夏系とかそっち系じゃない？みかんです、我が家はみかんです。なんでそんな言い切れるの？考える余地ないんだ。いや、だってみかんだって買ってました、ね、冬毎年。獅童くんはみかんっていう書いてある棚から、棚というか物商品のカゴから取ってる。冬ですよ、甘夏って冬にあるんですか？
あそういうこと。でも柑橘系なんか、まあまあ、それは差し置いて、うん、どう見ても見た目みかんですもん。あのこの絶妙なこのこのフォルムポンと丸くもなくちょっとこの潰れてるような感じの、あなるほど、ね、このフォルムですよ。まあでもなんかみかんっぽいオレンジとかあるよね。手で皮が剥けるオレンジとか。まあまあまあそうなんだ。で、でそうそういう点でいくと、うんうん、自分もみかんは好きですね。なぜならばオレンジ色が好きだから。長かった。しかも色なの。色オレンジ色が好きだから。柿も好きなの。じゃあ柿オレンジでしょ。いやそんな好きじゃないです。じゃあ別にオレンジ色は何の意味があったんだよ。し、まああの、うん、なるほどね。納豆が出てきてみかんとか梨が出てくる、まあ、果物だったらとかだし、スパゲッティだったら俺はやっぱペペロンチーノとか、うん、まあ、とかって言っちゃうから結局いろんなのが好きなんだけど、まあ、美味しいもん全部好きだよね。うん、じゃあその最初に、うん、あどうぞ。いいですか。私のターンで。いいよ。あのそれで言うと最初にポンって出てきたのはステーキかなって。何ステーキ。牛肉のステーキですね。なんでっていうか思い出があるってことなの。美味しかったなっていう。いや、なんか子供の頃にその思い浮かぶ、うん、あの美味しい食べ物っていうか高級っていうかなのがステーキっていうイメージが昔からあって。昔ステーキがなんかちょっと豪華だったみたいなことなの。そうですね。だから母親にねだってたのはステーキって、ステーキ食べたいって。へえ、もう今じゃ自分の肉そぎ落として食えそうだもんね。失礼。ステーキ。いやそんなもう自給自足ですよ。そういう意味そのために蓄えてるわけじゃない。そうなの。ステーキ今もじゃあステーキ食うの。たまに、うん、だからあの店に行って食べることもありますけど、うん、やっぱりそういう好きなものって自分で作って食べたいっていうのもある。焼いて、はい、うん、だから、うん、A5 ランクのね黒毛和牛のステーキとかもスーパーでなんか買って、うん、焼き方もちょっとこだわってね、うん、あの YouTube で勉強して、ね、うん、焼いたりとかしてますよ。いいね。美味しそうだねステーキ。食いたくなってきたわステーキ、ね、でも、うん、この年になると、うん、やっぱねちょっと和牛みたいなその脂っこいのがねちょっとだんだん受け付けなくなってきたのがね、うん、寂しいんですよね。あ、脂身大好き人間だったんで。なんかね、誰かが言ったんだけど A5 ランクのお肉でもその、うん、なんかいろんなねもう太らせるみたいな強制的に育てる A5 ランクの牛牛と、うん、あとちゃんとその餌とかにこだわっていいお肉にしようっていう A5 ランクのお肉もあるらしい。だから A5 ランクって何の意味か分かんないけど、なんか多分牛がある程度基準を足したら A5 になるらしくて、うん、でその A5 ランクもやっぱちゃんといい A5 とまあ、どっちもいいんだけどもその中でもまたちゃんとあるらしいの、うん、でいいやつは脂身とかが少なくて要はそのちゃんとした美味しいお肉になるみたいな。でっていうのを聞いた。そうだから飼育環境でしっかりとその餌とかにもう、ね、要はたくさん出荷できると利益上がるじゃん農家の人たちも、うんうん、っていうのを聞いたからそういう風なお肉だと脂身が多いって聞いたことがあるよ。あと部位とかにもよるかもね。ステーキって言っても多分いろんなステーキあるし部位ですね。体の部位ね。はい。うん。とかもあるけど。ありがとうございました。会話終了です。バイバーイ。